捕獲問わーず。はい、時刻は6時を回りました。捕獲問わずの時間でございます。皆さんこんにちは。はい。はい、沖縄市議会議員の中曽根誠でございます。本日もよろしくお願いいたします。そして、はい、最後水曜中華なびら加え直屋やいびん、台風が来てお盆前で皆さん大変だと思いますが、お元気でしょうか。台風大丈夫だったでしょうか。はい、はい、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして進行は、山内と、そしてそして、はい、FM 小田のみみりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組は沖縄市議会議員の2人、革新系議員の桑江直江さんと、ね、保守系議員さん中曽根誠さんがメイン MC を務めます。可愛かったね。沖縄市内外の政治をはじめとするさまざまな情報や街で頑張っている人々を紹介する、エンターテインメントってこれあれだね、気象庁のいっぱい政治トークバラエティでございます。捕獲の垣根を越えて真面目にゆるくトークを展開していきたいと思いますよ。この番組では、いいよ、こっち俺が言うから、はい、みみさんこれやって、ごめん、この番組ではメッセージを募集しております。大募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。うん、FM コザのホームページを検索していただければすぐ見ることができます。そちらもお楽しみください。そっからですね、気軽にコメントもできます。参加してください。ですね、市議さんにせっかくなんでいろんな質問してみましょう。皆さんよろしくお願いします。ということで、お二人今週もよろしくお願いします。お願いします。はい、台風でしたが、今日は誠さんなんかフェイスブックで見たところによると、はい、午前中ちょっと、はい、ドライブしてたっていうか、そうそう、見回りしてた、見回り的なドライブ、はい、はい、どうでした。楽しかった、特に異常もなくそうですよね、はい、大丈夫でしたよ。大丈夫でしたか。あの木とかがね、結構落ちたりはしてたんですけど、うん、あ、そうなんですか。そんなに大きな木が折れたりとかは見受けられませんでしたどうしたんですか。大丈夫です。大丈夫です。はい、なやさんもいろいろと、いや、今日はですね、はい、まあ、子供がこの保育園がお休みだったので、はいはい、ちょっともう子供を見ていたというか、はい、たまには子守りをしてる。そうですね、はい、はい、そうですね、うん、保育園は休みだもんね、はい。ちゃんおかさんコメント早速来ています。捕獲問わず委員会の皆様、台風の中ご苦労様です。はい、今日は早めの帰宅をしてください、うん、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、実は今日ですね、うん、ちゃんおかさんからわざわざ企画書ももらってですね、この捕獲問わず委員会宛てにですね、すごいですね、素晴らしい出来なのでごめんなさいね、上から言っちゃったね。素晴らしいこの企画書なので、はい、ぜひ後ほど紹介しながらこれやりましょうっていうのを、そうですね、お二人に深くこの脳裏に刻みたいと思います。はい、はい、そしてお二人1週間の話しましょうか。どんな感じの1週間だったか、それは CM を挟んだ後の方が親切ですね。そうですよ。はい、それでは CM 聞いていただく前に、みみりさん、はい、台風情報言えますか。はい、それも CM 挟んだ方が親切ですか。大丈夫ですよ、さすが。はい、どうぞ。FM 小沢よりFM 小沢より台風情報をお知らせいたします。はい、非常に強い台風第15号の接近で、うん、沖縄地方と奄美地方では非常に強い風が吹き、海上では猛烈なしけとなっています。うん、沖縄地方、奄美地方、九州では25日にかけて暴風や高波に厳重に警戒し、高潮にも警戒してください。はい、また西日本を中心に25日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒してください。非常に強い台風第15号は24日15時には沖永良部島の西北西約140キロにあり、1時間におよそ40キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心の南東側130キロ以内と北西側90キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。
台風第15号は非常に強い勢力を維持したまま、24日夜には奄美地方へ最も接近し、25日朝には九州にかなり接近し上陸する恐れがあります。海上は沖縄地方では24日夜8時頃まで。はい、続けてください。すいません、どうしたんですか。はい、どうしたんですか。どうしたんですか。奄美地方では何もう一回、もう一回最初から入れなさい。ちょっと待ってください。25日にかけて予想される最大風速は沖縄地方23メートル最大瞬間風速はちょっと待ってください、35メートルの見込みです。はい、暴風やどうしたのどうしたの。いい加減にしろよ。高波に厳重に警戒してください。今後の台風情報や地元気象台が発表する警報注意報なんかもうつぼってますね。もう気象情報にですね、皆さん注意してくださいね。そうですよ、まだ油断したらダメですよ。はい、油断しないでくださいね。はい、はい、また後ろにも新しい台風もあるみたいなので。本当、はい、本当、うん、マジで、はい、16号じゃなくて今後のですね、台風情報17号ってこと、気象情報に注意してください。全然聞いてない。以上、多分 FM 小田から情報ないくせに台風情報をお伝えしました。ですね、ちょっと停電情報もお伝えしますね。はい、ですねこの沖縄周辺だとうるま市で、はい、うるま市の勝連、ハエバル地区ですかね、うん、そこで、停電が100個ほどかな、ほうほうほう、あるみたいです。順次復旧していくとのことですので、皆さん、はい、もうちょいお待ちください。やっぱあれですか、海沿いは強いのかな、風。うん、ね、強そうですね。そうですかね、カツレン、うん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 、強いと思います。今日もちょっと潮じゃない、那覇まで行ったんですけど、潮ではないね。仕事で、はい、やっぱ強かったですね、こっちより全然。なるほど、車もこう飛ばされカンティしたんで、飛ばされカンティ、はい、うんうん、あは、はい、難しいな。それでは CM1 いきます。このさ、ヘッドホンからみんなが何そんなのは関係ないだろ。君は外せばよかったと思いました。あ、俺たちの声聞こえないんだ、そのまま、うん、あれラジオに流れてるわけじゃなくて耳にしか聞こえない、ね、いや、ね、ラジオにも流れてます、クスクスしたの。だから君はもう店頭さんが那覇まで遊びに行った局長さん、こんばんはって。遊びに行ってないです、間違ったんだよ店頭さん。やっぱプロはさ、雑音があってもちゃんと言わないと、ね、そうですよね、うん、まいったもう足引っ張り合おうね、みんなで。中地早見さんにこれ、はい、はい、これ俺が送ったやつです。仕事じゃない、せっかくのあれを。これ僕が送った手紙。そう、お前じゃないけど。セミプロってことですねって。セミプロ。いける。今からだよな。ミミリ何の壺に入ったの、まさか小田裕二のシャツな。違う、ちゃんかさん聞いてください。言い訳していいですか？ですね、マイクが他の2人の議員さんにも入っててですね、で私のヘッドホンの中にヒヒヒヒって聞こえたんですよ。いやいや、私なんか台風情報を変に読んじゃったかなと思って思い出したら笑いが出てきました。はい、もう何とか分からん。意味はね、言い訳はすぐするけど下手なんですよ。全然意味が分からない、何の言い訳にならない。そうか、ちょっとリベンジしたいですね、台風情報は。リスさんがミミリー帰れへんのかって、どういうことかな。あれだよ、心配してるわけ。そうだよ、迎えに来てリスさん。リスさん東京だからね。あ、東京か。でもリスさん来るんですよ、なんか沖縄に。時刻は6時10分を回ったところでございます。捕獲問わずお送りしております。この番組は中央パーカーベニュー入り口 FM 小座のスタジオより、この後7時まで生放送でお送りします。台風15号、はい、名前何でしたっけ。コーニーさん、コーニーちゃん、コーニーちゃんの、コーニーちゃんなんだ、
コーニーちゃんが去りゆく中でお送りしております、うんはい、まだ風が強いかな、うんうん、雨はもう止んでいるみたいですね、うん、今の時間は。はい、ということで今日はですね、ちゃんおかさんのこのなんだ企画とか、はい、いろいろについてやっていきたいんですが、うん、その前にまずはですね、その議員さんの1週間ちょっと振り返りたいなと、はい、どちらからいきますか、直江さん。はいはいはい。ですね、20日、あの子ども議会ですね、出ました、参加してきました、はい、まあ、うん、皆さんも、まあ、皆さん行ったのかな。私は後半ちょっと見に行ったんですけど、僕はね顔も出せず、すいません。あ、ひどいですね。ですね、まあ、言うだけの人なんでね、やっぱりね、口だけの人の、このブーイングね。ちょっとどうしよう。いや、なんすかどうしようって、やめてよ。こんなに頑張って。でもこちらに見えてたじゃないですか、この子供、子供議会の皆さんね。そうそうそう、ちょっと突っ込んだこと言うのかなと思ったら、うん、みんな礼儀正しすぎて、え、緊張した。いや、ガチガチでした。ガチガチ。もうちょっとね、羽目を外すではないんですけど、なんかすごい突っ込みを入れるのかなってちょっと期待してたんですが、うん、まあね、やはり、まあ、皆さん礼儀正しくて、はいはい、なんかラジオの方が言いたいこと言ってたっていうねえねえ、議員何してるんだみたいなね。そうそうそう。そうね。いや、それぐらいの勢いで来るのかなと思ったんですが、うん、まあとてもね上手にやられてましたね。はい、はい、模範演技だったと思います。はい、なるほど、はい、うん、見習わないといけないね。そうですね、うん、はい、いやいや、2人はもうガツガツいかないとね。そうですね、はい、あ、普段の議会もああいう感じなんですか。そう、あ、でもほぼああいう感じではあるんですけども、はい、まあ、やはりね、ヤジが飛んだりとか。そうですね、やっぱりツッコミ入れるところは入れますし、はい、まあ、いろいろではあるんですけども、この、うん、なんて言うんだろう、うん、通告状、はいはいはい、っていうんですか、はい、通告書、は通告書、はい、は事前にやっぱり見られるんですか、部長さんとかは。そうですね、通告書を出して、はい、出すんですけども、うん、まあ、大体再質問があったりして、はい、もう少しこのやり取りがあるんですけども、やはり今回ね、はい、まあ、なんちゅうのかな、この中学生のこの見てて感じたのが体験学習みたいな感じなので、はい、まあ、1回で終わるような感じだったのかなと思いますけど、うん、普段は2回3回そうですね、うん、行く時もあります、もちろん時間が決まってるんですよ、うん、30分喋っていいってから、うん、だからその後その間だったら何回聞いてもいいわけ、うん、うん、やっぱり、ね、体験的なものになってるからね、うん、このまあ、うん、それでしょうがないのかなと思いますけど、うんうん、なんか答える側もね、こう、うん、すらすら答えられていたので、そうだよね、うん、なんというか臨場感がないというか。ああ、でもこれね、みんな誤解してますよね多分ね、うんうん、議会というのはやっぱり、うん、ある程度円滑にそう、うん、進むために、うんうん、そこでもやり取りしたやっぱり税金の無駄遣いにもなるわけですよ、うん、ほう、ある程度事前にこういうの聞きますよっていうのとか。そうですね、事前に通告書というのはですね、まあ、国会でも例えば見ててもですね、これ通告書にはなかったですけどもとかなんかあったりしますよね、うん、ありますよね、うん、一応通告書っていうのを出して、うん、まあ、いきなりね、全くここどうなってるの、うん、って言われても聞かれてもなかなか答えられない部分もあるので、やはりしっかりとね、うん、質疑応答ができる体制をまあ一応ある程度整えますよね、うん、たまにいるけどね、うん、全然関係ないの聞いたりするから。そうなんですか、うんうん、あれ自分のアピールでもありますよね多分ね。そうですね、鋭いことを急に言ってくること、鋭いというか通告書に書いてないことを言うことがですか、うん、本当になんつうの、聞きたいんだったら事前に言っとけばいいのになみたいな、うんうん、そうそうそう、だから本当に関係ないとこ突っ込んで自分の地元になんか、はい、チラッてカメラ目線にしたあれアピール、この感じ。そうなんですか。そう、まあ、気持ちはね、そこまでは僕は言えないんですけど、ね、うん、大丈夫かな、山内さん。え、ダメ、ちょっと攻めすぎじゃないかな。はい、ドキドキしますね、はい、だから結局議会もね、うんうん、議会運営も税金ですもんね、うん、まあ、そうですね、だから、うん、関係ない、なんていうんですかね、運営に進ますためにはやっぱり必要なんじゃないですか、うんうん、僕もお二人と接することで分かりました、はい、国会ってね、あんな風に揉めたりしてるからどうしてもそんな風に見がちですけど、はい、その場で質問してるとか、うんうん、
やっぱある程度言ってあげないとというのはあるみたいですよ。うん、まあ、ある程度こういう質問しますというのは出すんですけども、うん、また再質問で少し、うん、あの国会とかでも、はい、あの聞いていくうちに変わ、なんていうんですか、その引き出した内容でまた突っ込んでいきますよね。はいはいはい、それで、うん、あのああいう風になるんです。なるんだ、うん、まあ、やっぱり国会議員になるとやっぱすごく上手なので、うーん、あの引き出してそれを攻めていくというか、ね、はい、とても上手ですよね。うん、お二人やっぱり国会とかも見ていろいろと勉強してるんですね。いやいや、たまたま今安保法案今日もやってましたけど、いやいや、うん、あのまあ、それで見てて、あ、はい、上手だなと思って見てましたけど、うん、僕も見てました。取ってつけたかのようでですね、あとすみません、長くなって申し訳ないですが、21日、まあ、金曜日はですね、うん、約9月 の、 あの議会が始まりますので、その説明会がございまして、うん、はい、まあ、あの、ま、誠議員なんかもあったと思うんですけども、はい、まあ、や、与党野党っていう感じで分けてですね、はい、説明があるんですよ。うん、はい、それで、まあ、野党側ということで説明がございました。この説明は内容違うんですか、与党と野党で。いや、一緒なんですけども、はい、大体与党にやって感触を見て野党にやるような感じが大体思うですね。説明会、例えば、この議案出すって出しますよね、はい、で与党で、はい、いやこれはまずいと言ったら、はい、そこで下げて野党の時はやらないとか。へー、まあ、最近はそういうのがあるかわからないですけども、うん、やっぱり探りを入れるというか議員の反応を見るような感じでもありますね。この説明会でですか。そうですね、うん、はい、この説明会はまた市役所の各部長が出てくる。そうですね、はい、この議案に対する担当の 部がですねやるわけですね。担当のこの部署が、うん、はい、大変ですね、部長さんたちのこの個性派揃いの議員さんたちを前に、僕ね、うん、議会傍聴したらとっても思います、うん、なるほど、はい、質問して部長さんが答えるわけ、うん、はい、うん、大変だよ、そうでしたね、この人たち前に答えるんだよ、ね、うん、それはもうプレッシャーですよ。はい、はい、以上ですか、直江さん。はいはい、以上です。はい、はい、誠さんは、うん、なんか同じような感じですね。あ、そうなんですか。はい、ちょうどね9月10日予定議会が始まりますんで、はい、今も勉強会とか説明会がだんだん増えてきてるんですよ。で、僕らもさっき直江さんがおっしゃったような勉強説明会あって、うん、そっから子ども議会見て、うん、って感じ。で、あ、そうだね、あれがあった、通り会とかないんですか。通り会は、うん、先週でしたっけ、うんうん、立ち上げて、はい、今ちょっとまだ動きがないですね、うん、一段落ついたので、はい、本当はすぐいろいろやりたいんですけど、うん、まあ、今言ったように議会のこととかいろいろまだやることがあってですね、うんうん、自治会の盆踊りなんかもありましたし、あ、はいはいはい、だからちょっとパタパタしてました。あ、はいはいはい、なるほど、はい、あと何があったかな。あ、そうだ、あれがあるんですよ、今度会談イベントやるじゃないですか、うん、それともう一個やるわ、もう一個やろうってなったわけ。何をですか。なんか道徳会談って言って、あ、妖怪さんが出てきたりっていうこと。妖怪というか、あれですね、まあ、まあそういうのも あるんですけど、はい、例えば物を大事にするとか、はい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 、ね、いろんなものには一つずつ神様が宿ってるよ的な話もあったり、はい、命の大切さを教えるような会談があったり。なるほど。それが読谷で以前小学校高学年向けにファンキーさんがやったらしいんですね。でそれをちょっと沖縄市でやろうと思って、うん、まあ、今まだ未定なんですけど、いろいろ9月の中旬頃にやろうということで。ほうほうほう。ああ、これ小学生向けですか。これの後ですね。ほう、うん、ファンキーさんというのは何者ですか。ファンキーさんというのは怪談師、うん、ファンキー中村さん。ファンキー中村さんですね、うん、はい、怪談を話す人。話す人、それがプロ、うん、プロプロプロ、職業でやってるんだ。そうですね、すごいですね。もう全国津々浦々ずっと回ってらして、はい、全国的にもファンが多い、すごい人が沖縄市でやってくれますね、うん、ちょっと今度2回目なんですけど、はい、前回もや、3年前かな、うん、やってなかなか素晴らしかったので、うん、今回もまたお願いしてやりますんで、うん、はい、はい、そういうことなので、道徳会談また決まったらこちらでも告知しますので、はい、よろしくお願いします、うん、これのあれはやらないんですか。ん、
告知、うん、ああそうですね、はい、これやらんと意味ないね。何を遠慮してるんですか。はい、すいません。ファンキーやわ沖縄幽霊話インコザということで、はい、これどこ見たらいいのかな。これで映ってますか。いつね、これで映ってます。そうですね。はい、9月11日金曜日のですね、うん、夜8時から11時まで、はい、そうだよね、開演が8時の夜、あ、終演11時ですね。はい、で、場所がですね、結構長いね。そうなんですよ、長いよ。結構あれですよ、内地のイベントとかでも 5,6、はい、時間とか、階段で、階段ですごいんですよ、話も長くて、うん、勘弁してくださいって感じですね。来てよ。いや、もう俺とミミリは行きます、ね、ありがとうございます。あと、ナヤさんも行きますよね。なんだったら、ナヤさんも行く。チケット買うときにね。そうだよ、お願いね。はい、行ったよ。よしということで、場所がですね、沖縄市中曽根町にあります諸国飲み食いどころ紫珊瑚でございます。いいとこですね。沖縄市役所の近くですね、うん、はい、はいはい、申し込みはどこにすればいいのかな。申し込みは検索したら出ないんですか。あ、検索したら出ますので、書いてありますよ、お問い合わせは。ファンキー中村さんの、うん、ホームページですね。ホームページではあれやってるんですよ、今もう閉めてるんですよ。 あとはもう沖縄でやろうということで。なるほど。ということで、ファンキープロダクツ、じゃあどうしましょうかね。 FM 小座に問い合わせてください。わお、山内さんに、はい、お願いします。はい、はい、以上です。はい、イミチョウさんコメント来てます。出遅れました、こんばんは。ミミリの前で幽霊話をしたらおとなしくなりますということで。そうなんですか、ミミリさん。そうですね。怖いの。怖いです。うん、見える。うん、夢に出てきますね。あ、うん、はい、カンナジ。だいたい、だいたい、だいたい、平和学習とかで、そういう戦地とか洞窟とか行くじゃないですか、はいはい、だいたい見ますね。夢に、夢にあれ出てきます、兵隊さんとか。そうなの。うん、そうそう、そうなんですよ。出てきます。この人プレッシャーかっただけで夢に、はい、前見たんだよね。そうそう、この前山内さんに早く CM を仕上げろみたいな、うん、でしたっけ、はいはい、名刺、名刺か、はいはい、名刺デザインしろって言われてて、はいはい、したらその日うたた寝をしたんですよ、はいはい、休みの日に、はいはい、二度寝した、二度目の寝てる時に夢で山内さんが、え、だから名刺のデザインみたいな。なるほど。リアルにカラーで。なるほど。カラーで夢に出てきて、怖い幽霊だね。はい、怖い幽霊じゃないです。あ、生きてる。出た。怖い幽霊だ。すいません、はい、すいませんでした。それ結構もういいから乗らないで。すぐ影響されちゃいます。なるほど、はい。まあでもそんなミミリでも楽しめる、うん、いやどうかな、楽しめます。ファンキーヨワヤワヤワということで、皆さんぜひぜひお問い合わせください。 FM 小座に問い合わせてもらえれば、はい、誠さんにつなぎますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、まずは子ども議会の話をちょっとやっぱりね、うんうん、ゲストにも来てくれたの で、 そうです、ね、していきたいなと思うんですが、うん、うちの優秀な特派員でありますミミリ、ミミリプロが、うん、行ってきましたので。どうでしたか、ミミリプロ。どうでした。中学生のね、はい、がもうガチガチで、うん、なんかもうちょっとこう肩をこう、さっき直屋さんが喋った感じですね。そうそうそうですね。ね、そうだね、もうちょっと尖ってたら ね、 ね、なんかここに来た時はさ、みんな尖っててさ、尖ってましたね。あ、こいつらどうしこの野郎と思ったけど。いや、だからそ今の調子でやれって言ったつもりだったけど、ね、議会で見るとみんな丸くなってたので、思ったよりですね、まあ、あの子も、議長も、まあ、議長はね、議長がもう進行役なので、進行役だからね、何も言えない立場なんですよ。そう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 、そっか、だからもったいないなと思いました、うん、逆に ね、 ね、私の、私は、あの子は議員にしてガンガン質問させた方がいいかもね。いや、ならないですってもう断言してましたけどね。、うん、みんなならないって言ってた ね、 ね、それもなんかね、悲しいですね。 や、 やっぱりね、このこれを見に来てたね、はい、まあ、碇さんとかとも話してたんですけど、はい、碇さんが言うにはやっぱりこのね、議員になりたいと思えるような企画にしないとダメじゃないかなという話をしてて、うん、なるほど。やはり形式でね、うん、やっぱ体験学習だから、うん、まあ、教育委員会のね、予算でやってるから、うん、まあ、体験学習で、はい、うん、上手にできましたで、うん、終わるっていうのも、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、いや、議員になってやろうという人材を
育てるですね議会、あのこういった中学生のね、うん、議会でもいいのかなと、うん、もっとねとんがった意見とかあっても、うんうん、おかしくないかな、いやもしかしたら未来ね沖縄市から総理大臣が出る作るんだというようなね、うん、そういう、うん、あの企画にしてもらうともっと面白いのかなと思いますね、うんうん、確かにね、うんうん、まあ、今のはやっぱ体験学習で終わってるような気がするんですよ、うんうんうん、とても、いや正直見てて上手ではある あるんだけど、でもそれではね子供たちのこのなんていうのかな、もっととんがったというか、うん、その子供たちの良さをね、うん、逆にあの取ってしまわないかなと、うんうん、なんかあの質問とか提案いっぱいあったんだけど、うんうん、それをねもっと沖縄市がね、うん、実現してあげるっていうのをさ、うんうん、もっと力入れたらね、うん、自分たちのこの意見で街が変わっていくっていうのが分かったらね、うんうん、とってもモチベーションにもつながるし、うんうん、将来的なね夢も見れるのかなと思いますけどね、うん、そうですね、やっぱりねこの意見をして街が変わるっていうのを目の当たりにするとね、うん、やはり意識は変わってきますよね、うん、やっぱりそういうもう少しね何か工夫できればいいですよね。そういうのってできるんですか、お二人のあれで質問今度これもっとラジオでこう言われたけど、うん、もっとこう育てていきましょうよ的な、うん、僕は今度あの一般質問では、はい、去年のまあなんだっけ子ども議会の提案があるじゃないですか、うんうん、それがどう反映されてるかっていうのを聞こうと思ってるんですよ、うん、はいはい、いいっすね。だけど今言わなければよかった ね、 なんか準備されそう、まあ、大丈夫です、優しく聞きますので、うん、もうね、第1回の子ども議員の子たちがやっぱり来てた、ね、来てて、うん、進路、うんうん、自分たちが提案した、うん、進路がもう全然帰ってこなくなっちゃったよって言ってたので、はいはいはい、進路っていうのはどこまで進んだか、うん、あ進み具合、進捗ね、はいはい、なるほど、そうなんですよね、その辺のだからアフターケアができてないっていう声もいっぱい聞くからさ、はい、その辺はそうそれね、この前の子たち本当言ってたね、うん、うん、言ってました。だからちゃんとね役所にもしっかりしてもらわないと、やった意味がないですからね、うん、ただやったようで実績作っただけだったら、うん、あまり意味ないので、うん、もっと本当に将来につながるような子ども議会にしていきたいなと思います ね、 ね、これでもお二人がね本当につついていけばどんどんそうなっていくんじゃないですか、うん、どうなったのっていう質問あればね、はい、市役所の人たちもあらっつって、はい、ケツに火がつくし、あとちょっと子ども議会のことで質問が来ています、はいはいはい、うん、これはケイチさんかな、はい、子ども議会の議事録 VTR が市役所ホームページで見当たらないのですが、そのうち掲載されるんでしょうか。はい、これあそさんすいません、一応確認したんですけど、うんうん、で他の人からも、Facebook とかでメールとか、うん、いろいろ問い合わせがあったんですよ、はい、今なんていうのかな、録画はしたらしいんですけれども、うんうん、その業者さんが持ってるのかな、で編集というか確認してて、ただ、うん、子供が写ってるので掲載するかどうかはちょっとしない方向のようです。あ、そうなんだ、はい、もったいない。資料としてなんか DVD 的なものを作るっては聞いたんですけど、うん、ちょっとねインターネットで、まあ確かにね、っていうのはちょっとやらないかもしれないですね。なるほど。当日はやったらしいんですけど、はいはい、ただ見たいですよね、うんうん、もう一回相談しときます、はい、でもそういうのを、うん、なんていうんですか、掲載してもいいっていう参加のこの署名というか、うん、した上で参加してはいないんですか。なんだっけ、うん、子ども議会当日はネットで見れる、見れたんですよ、うん、だからあんまり一緒だと思うんで出さない理由にはならないはずなんで、その辺ちょっと確認もう一回しときます。はい、何分ちょっと台風のと、うん、台風今日だったので確認が遅れました、すみません。なるほど、下陣さんから来てますね、うん、子ども視線の意見は多かったけどね、うん、サポーターとして関わったけど難しいねって来てますね、うんうん、やっぱりねこの、まあ、緊張させないっていうのも難しいのかな、うんうん、そうです ね、 どうしてもあの場に行ったらなりますよね、うん、なりますよね、そりゃ緊張しますよね、緊張しますね、そしてみっちゃさんどうせならこの番組の別バージョン
大人子供問わずってトーク番組はたまにしてもいいんじゃないかな。あ、いいですね。子供って結構鋭い視点持ってるからいいですね。面白い、うんうん、いいんじゃないですか、うん、あの子たちだからまた呼んで終わった後に感想を聞きながら改めてぶつけてもらいましょうか。本当は何を聞きたかったのかとかね、うんうん、だってねあの議長、うん、本当に鋭いことを言ってたから。そうですよね。なんだっけ、予算のこともちゃんと見て、そう、うん、これはなんだとか言ってたじゃないですか。これはなんだとここが無駄じゃないですかとかまで言ってたじゃないですか。はいはいはい、ここ削れるんじゃないですかとか。そういう意見は出てたんですか。出てないですね。出てないよね今回は。はい、ああいう そんな厳しいのはないですね。なかったですね。はい、はい、まあ、でも確かにね感想を聞きながらね、うん、ちょっと調整してみましょうね、うん、はい、面白いかも。はい、出せるんだったら出したいと思います。他に何か感想とかあります？2人、やっぱりあの、うん、この間のラジオ出ていただいた時もそうなんですけど、やっぱりね、うん、このコメントでもあるんですけど、うん、本当に鋭い視点というか、うん、率直な意見というか、うん、純粋なね、うん、見方をしてるんで、しがらみなしだからね。そうですね。そうそうそうだからね、うん、本当に私でも言えないこと、それはもう子供に言わせるみたいな。そうですね。ね、やっぱ初心を忘れないでもっと来たいなと思いました。なるほど、なやさん。いや、あの、そうですね、まあ、やっぱりもう、まあ、この工夫しないといけないですよね、うん、この子ども議会についてはね、うん、あの目的をもう一度確認した方がいいかなと思いましたね、うん、まあ、ただの体験学習で終わるのか、それともさっき言ったように、いや沖縄市から総理大臣出すんだっていうような、うん、そういう思いでこの子ども議会やるのかね、うん、まあ、もう少し工夫が必要かなと思いました。なるほど、はい、いいですね、そうやって、はい、うん、こう改善していって。そうそうそう、うん、去年は何だっけ、学校長の推薦とかだったんですけど、うん、今度またちょっと違う希望者というか、あの施設っていうか、なんていうの、この不登校のところとか、うん、そういったところからの推薦っていうのもいろいろ調査したりしたらしいんですよ、うん、なんかそういうね、あんまり表に出てこないような子どもたちにももっとスポットライトを当てていけたらなと思いますけど ね。そうですね、やっぱりそういう子たちって、そういう子たち特有のこの視点が、問題意識もあるし、視点もあるはずなので、うん、逆に言うとそれがまた沖縄市の抱える大きな問題かもしれないし、例えばあのよく今話に出る孤食とか、うん、子どもの貧困とかさ、うん、はい、そうだそうだ、そういうところもね、うん、子どもたちからの意見っていうのは大事だと思いますね、うんうん、そうだそうですね、うん、ぜひ本当に続けてほしいですね、これね、はい、やめずに。そうですね、はい、ぜひお願いしたいと思います。それでは CM2 の後は、最近噂になっていることとかですね、あとちゃんおかさんの企画についていろいろと話していきたいと思います。 CM2 の後で。ちゃんおかさんのからやろうかな、これせっかく送ってきてるんで。そうですね、うん、これメインがいいんじゃない。うん。とりあえずざっくりこれ読みますんで、はい、ミミリさん読んで。え、俺クスクスしとくから。へえじゃねえだろ。あ、これですね、はい、あ、びっくりした、 あれかなと思った、インターネットの、うん、違う、ちゃんおかさんのからやろう。これ地場ですか。地場？ん？あ、うん、地場でいいね。もうあれですよ、自分の言葉でいいですよ。変えて、うんうん、読み方とかも。大丈夫、笑わないからね。なんで震度って違うの？震度？さっき。進路でしょ？進捗、進路は。進度、度。進度、進む度？うん、度合い。その言葉ないでしょ？え？その言葉聞いたことないよ。進捗度とか。そう、進捗度とか進度、進む度合いって書いてね、うん、そんな言葉ないです。そうですか、あったかな、はい、分からん、なんすか、中国語ですかかもしれない。ちげえだろ。いやでも本当にそうかもしれない、ね、いやいや、あの人適当言ってます、うん、違う、ほんとほんと。議長の子が FM 技能の経理だとしたら、山内さんの持ってくる領収書7割却下しそうね。そうだね。9割ぐらいじゃん。違いない、経理向いてそう。
いやいいよあれ、経理はあれって言ったね、ごめん。ああいうタイプは向いてるようで、うん、あガチガチな感じ、そう適度に緩い方がいいんだもんね、経理はね。あそうと言われました。あ緩い、はい、私緩いかな。時刻は6時35分36分になるとこでございます。捕獲問わずお送りしております。今日は台風の中、はい、皆さん、うん、ありがとうございます。捕獲委員、捕獲問わず委員会の皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい。僕らのことを捕獲問わず委員会と呼ぶことになりました。この度よ。あそうなこの度、はい、委員会発足でございます。なるほど、ね、かっこいいじゃん、はい、かっこいいですね。いいですね、うん、捕獲問わず委員会ということで、はい、これは何、ラジオのタイトルか。いやいや、もう縛りがかなりきついですか、これどういうことですか。もう抜けれない。私知らず知らずのうちにメンバーに入ってちゃったほらちょっと詐欺ほらもうそういうこと言ったら大変で怖い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 、はい、ということで、はい、捕獲問わず委員会の一員でもあります、外郭委員でもあります、はい、ちゃんおかさんからなんとですね8月12日にメールがありまして、うんうんうん、その企画書をですね頂戴いたしました。なんと送っていただきました、うん、捕獲問わず実行委員会ネタ企画試案ということで、ほうほう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、これについてね、今日はいろいろと話していきたいなと、うん、まあ、これをがっつりやるんじゃなくて、うん、このネタどんなですかと、お二人の、うん、忙しいですからねお二人は、んそんなことあったっけってなりそうですからそれをさせないために今日でもう脳裏にがっつり焼き付けていきたいなと思います、はいはい、それではどうぞみみりさん。はい、捕獲問わず実行委員会、今回のネタの意味、お地場における地方政治の報告や裏話もあると思いますが、全国ネタを沖縄市の FM 小座ブース内で思ったことを議員の立場がありながらギリギリな線でトークし、次世代の方へメッセージとしていた伝えられればと考えます。はいはい、ギリギリ危なかったねなんかね、これテストされてるみたいですね。はい、はい、次どうぞ。次、はい、1. 憲法9条と平和、はい、憲法9条があるから平和なのか、うん、それとも平和を考えてきたから平和なのか、うん、ルールというもので縛りを効かせて守っているのか、そもそも人の判断で抑制しているのか、捕獲を超えた生の声を激論して次世代の人たちへ伝えてほしいです、うん、はい、続けますか、うん、はい、このポイントは人の道徳の部分を掘り下げたいところです。なるほど。よく憲法9条があるから平和が保たれるのですと言われて一瞬そうなのかなと思うのですが、ここでよく考えてほしいのが、言われなくても守るべきことは守るでしょうということをみんなで考えたいです、うん、ルールがなければ守らないやつが出てくると言ってくる人がいますが、だったら叱ればいい、怒ればいいという考えをしたいです。教えること伝えることを重視することを議論できればと思います。なるほど、はい、すごいですね、うん、本当にこのネタのポイント掘り下げる部分まで、ちゃんこさん帰ってきてくれてますけど、うん、どうですかこの憲法9条と平和うん、もうこれ 今話するんですか、うん、ちょこっとこのネタとしていいんじゃない、今ちょうどね、うん、安保法案も進んでますからタイムリーでいいかと思います、うん、またこのルールがなければっていう話もね、うん、本来日本人が持ってた道徳っていう部分がとても大切だと思うんですよ、うん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 、やっぱりなんていうのかな、法律があるから、うん、やらないんじゃなくて、うん、例えば周りが見てるからとか、うん、世間体もあるからとか、うん、自分のなんていうんですかね、この精神の問題で、精神というか、うん、善悪のね問題でやらないとかさ、はい、自分で抑えきれたはずなんですよ過去は、うん、過去はね、うん、だからそういう意味でも面白いテーマかなと思いますね。ナナさんは、いやもういいんじゃないですか、やってもう大丈夫ですか、はい
人はでも立場違うのかな、これは違うから面白いんじゃない、うん、うん、違う、うん、なやさんは護憲でしょ、護憲派、そうですね、九条変えるなよって、そうですね、憲法っていうのがもともとこの、うん、ああら、なんか緊急速報入りましたねちょっともし沖縄市からんだったら言いましょうか、あ、消しちゃったこら消しちゃった、僕のに来ないんですよすいません、どこで見るんですか ね今焦って消してしまいましたすいません、全然君たちは役に立ったような本当ですね、今すみません、携帯のスマホからですね、はい、緊急速報が流れてきましたけども、うん、はい、まあ、おそらく台風関連ですよ ね、 そうですね、エリアメール、うん、エリアメールですよ ね、 すね、これちょっと怖いよね、うん、しょっちゅうさ、うんうん、台風昨日の夜かな、うん、夜もなってたんだけど、うん、いやいや台風来るの分かってるしと思ったんだけどいや何か原発でも爆発したかなと思ってね、はいはいはい、ちょっとびっくりしましたか、びっくりするよね、うん、これしかも音消しててもなるでしょ、なるなる、そうそうそう、あ、でもね、設定があるんですよ、エリアメール設定があって、それをね、こう毎回受け取るとか、あ、そうなんですね、そうそう、あの音だけは消すとか、そういうのが設定があるので、なるほど、はい、さすがです、なるほど、私は消せてなかったですすみません、私も消してなかったですねはい、はい、じゃあ奈々さん続きを、何でしたっけまあ、憲法っていうのはね、うん、そもそも権力者を縛るもので、うん、国民を縛るものではないんですよ。なるほど。で、まあ、これは別にやってもいいと思うんですけど、はい、そもそもね、うん、今まあ、結局話すると長くなるのであれですけど、はい、まあ、安倍総理は憲法に関係ないことをやろうとしてる、はい、まあ、憲法をとは別のことをやろうとしてるので問題だと思うんだけど、うんうん、やっぱり道徳心がないのかな安倍総理はそう思ってしまうんだけ ど、まあ、そういうことをね話すのであればいいんじゃないですか。なるほど、いいですね。だから憲法の話だったりね、本当いいですね、この憲法9条って、うん、安保法案語る上ではやっぱ欠かせないのかなとも思うんで、うん、はいはい、ぜひぜひこれはやっていきましょう。いいんじゃないですか、はい、うん、これすぐできます、どんなですか、うん、割とすぐめにできますか、うんうん、はい、っていうか前勉強やってよね、安保法案についてもやってるから、うん、やってるからね、まあ、それと関連してるのかな、かぶりはするね、にも同じ似たようなものになってしまうのかな、はいはいはい、おそらく、うん、はい、じゃあ2をお願いします、はい、ミミリ、はい、2、60、70年安保と今回の安保法案の問題点の共通箇所から見る若者の考え、うん、一昔前にも同じような安保関連の問題があり、うん、強引に推し進めてきたことが今回も同じように起こりそうです。なるほど。世代も変わり、うん、新たな安保法案で議員から見た課題、市民から見た課題、さらに世代間から見た違い、そもそも議論の論点はどこに置いてあるのだろうか、うん、戦争が始まるという人もいれば、ホルムズ海峡の地雷撤去を行うためには費用だとか、協力している味方の感染を守るには必要だとか、その他いろいろ、この法案が必要な論点は何でしょうか、もう一度整理する必要があるのでは、また個人個人共通した論点になっているのかどうかが疑問です、ということです、うんうんうん、同じようなことがあったんですね。ね、うん、まあ、そうですね過去にも安保問題は結構ね、学生運動的なものになったりもしましたし、うんうん、毎回というかやっぱ大きな問題ですからね、その都度これぐらいこういうことは起こるんですよね。ただ同じと言っても内容は違いますよ、うん、ただ今回みたいに集団的自衛権を容認するようなものではないですので、うん、まあ、同じではないですよ、うん、じゃあ、まあ、まあね、これはね、1と2は同じ会でやった方が良くないですか、うん、そうですね、関連しますから、ね、はい、この昔の安保と、はい、今の安保、うん、共通点をちょっと探り出して、それの理解というか議論を深めていった方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、以前とどこが違うのかね、はい、やはり、まあ、同じようにね、うん、まあ、その時はやはり学生運動が多かったのかなと思いますけど、そうですね、今は、まあ、もちろん若者もいますけど、うん、まあ、ママたちのもありますよね、抗議ね、うん、抗議もあったり、また消しちゃう俺もでしょ、はい、また消しちゃいません、はい、多分あれだと思いますよ、避難所、そうですね、避難情報
な、全ての発令が解除されたということで、あ、なるほど、まあ、あの出てるみたいですね、うん、はい、なるほど、すいませんでした、はい、ありがとうございます、はい、そして、うん、ここでコメントをちょっと紹介しますね、はい、昨日の夜会社のトイレの個室で力んでたら急に速報の音が鳴ってびっくりしました、はい、無防備の時のこの音には一段と驚きます。確かに、これですね、本当にちょっとあれな人もいるでしょうね、心臓に悪い感じね、トラウマな人も、うん、あ、下人さんはいいメロディーだねでもなんだっけ、東日本大震災の直後ぐらいにこの警報をよく、なんていうんですかね、関東地域では鳴るようになってて、もう大学の試験中とかにもう一斉にみんなの携帯がデーベーとかピロリロピロリロってなって、もうすごいびっくりしたことがあったんですけど、ね、こう一箇所にね何百人も集まるような場所だとさらになんかえーってなるというか、でもね、ないとね、あれだしね、うん、まあまあまあ、それはまた別の議論にしましょうか、はい、それでは3番目はい、はい、沖縄が抱える問題点は本土が抱える問題点と同じか、うん、沖縄の基地問題と本土の原発核廃棄物問題は似てるのではないか、うん、自分の庭には置きたくない理論、うんうんうん、基地は必要ないも原発や核廃棄物もいらないも見方を変えれば他人に押し付ける理屈になる可能性があります、うん、どこかで、折衝案を設けて落ち着かせることが今までの日本の在り方ではありますが、うん、このままでいいのかと議論しがち です、うん、沖縄基地問題はセンシティブな問題でありますが、このまま、強硬に押し付けられるのであれば、例えば地位協定見直しと引き換えとする案も視野に入れるべきでは、うん、報道されているのか不明ではありますが、地位協定に関しては報道がもっとあっていいと思います、うん、沖縄で地位協定の話を挙げれば本土も同じく基地問題を考える地域は歓迎すると考えられます、うん、また地位協定は国内すべてに及ぶ話なので本土の人間も関心を得るのではと思います、うん、地位協定は一つの案ですがこの議題のポイントは平行線のままで、その先は何を得られるのか何をするかがポイントとなるのではと思います。なるほど、すごいですね、すごいですね、うん、どうですかお二人、うん、これいいね、地位協定地位協定はね本当によくあるのが、犯罪を犯して基地に逃げたら大丈夫とかさね、うん、だからそういう本当に身近なんですよね、うん、そういう意味では、うん、だからその辺にメスを入れるっていう話は今後重要だと思いますね、うんうんうん、おっしゃるように、はい、これ勉強しないといけんな、そうですね、うん、あと、まあ、私のイメージでは沖縄に来る米軍さんはとても若いイメージがあって、うん、幹部の方になるとすごい、うん、穏やかなちょっと裕福な感じの方が移住してくるイメージがあるんですよ、うん、だからすごいガシガシ働いてる子たちはちょっと中学校卒業したってとか、うん、結構若い人多いからね、だからその部分とかも、うん、もうちょっとね掘り下げるというか、うんうんうん、こういう人たちが来てますよっていう米軍さんのプロフィールではないけれども、うん、そういうのも知っておくべきではないのかなと、うんうん、沖縄県民の人たちも一緒にね、うん、こうやっていくのであればそうだねっていうのがね、うん、あります。皆さんいかがですか。まあ、ちょっと視点は変わるかもしれないですけども、うん、まあ、神奈川の相模原市で爆発がありましたね、うん、はいはい、ありましたね、やはり神奈川に相模原市に住んでる方もやはり自分の近くにね、うん、何があるかわからないという状況があるっていうのは、うん、やはりこれも外国、まあ、米軍基地っていうのは外国なんですよ、はい、そもそも日本になんで外国の基地があるのという、うんうん、そこも問題ですよね、はい、でそれは私たちが関与できないんですよ、うん、それは外国の軍隊だから、はい、やはりそういうものがあるっていうのがやはり、まあ、日本にとっては、うん、自分はマイナスだと思ってるし、うん、まあ、できればこの外国の軍隊は日本から、まあ、早めに、ね、なくなってほしいなと思います、うんうん、まあ、そういう意味でもねこの辺野古の問題もそうだし、うん、まあ、沖縄の基地問題もそうだけど、うん、そういうものはやはり今後撤去していく方向で、うん、日本全体でね考えていったらいいのかなと、うん、思っています。なるほど。で、うん、まあ、話せばね、まあいいや今度ね
今度やりましょう。はい、はい、それでは最後4番目お願いします。はい、地域商業の課題、うん、協定と自由競争、うん、沖縄における商店街と大型モールとの共存、うん、基本的には自由競争になり、寂れる商店街は全国どこも後を絶たないのが現状です、うん、大型モールとの共存というのができている市町村は稀だと思われます。大型モール云々ではなく、やはり個々の商店街の特色を出す必要があると思いますが、すでにそのような活動もされている中で、次の手をどのように打つかがキーになってきていると思われます、うん、個人的なイメージとしては、季節に依存しない通年対応できるものを作ることで次につながるのではないかと考えます、うん、ポイントは新たなイメージを作ってもいいのではと思います、うん、今あるイメージとして、沖縄市のですね、うん、エイサー、ゲート通り、ロックフェスタ、音楽の街、うん、となるので、新たに芸術の街や職人の街として、ある通りの一角に何店舗か若手の職人を誘致しても良いのかなと思います、うん、また行きますか、うん、例えば沖縄市中心市街地活性化基本計画の中の小屋地区リノベーション事業の発展系で、空き店舗の提供だけではなく、少し踏み込んだ形で全国向けに公募して、適合者には店や工房の提供、家賃の1年間免除などを提案して、沖縄市または地域の第三者が応募してきた方を厳選に選んで街づくりに参画させ、その店の商品を通年商品として宣伝して、沖縄市に人が来るような地場づくりを、目指しても面白いではないかと思います。以上で、うん、ですね、企画、はい、そうですね、企画以上の、ね、項目、はい、最後は地域商業の課題ということで、うんうんうん、これすごいですね。すごいですよね。このなんすか、リノベーション事業って、もうこれは新しく今あるあれまあ今建物がありますよね、うん、そこを要は改装して新しくこの作ったりとか、うん、作ったり、まあ、そういう感じの感じごめんね、説明下手でそういうのはもうやられてるんですか。やられてはいる、やりつつはあるんですけれども、うん、何箇所かあるんだけど、やっぱりうまくいってない部分も多い、うん、大きいの で、うん、でまたね、この家賃の免除も前はあったんですけど、ありましたよね、どうしても家賃の1年間免除が終わったら撤退してしまうっていう問題もあってですね、うん、だからなかなか難しい問題ではあるんですよね、うんうん、ただやっぱり特色ある街を作るっていうのは、はい、特色を出していくっていうのがキーなのかなっていう気がしますね、うん、この家賃免除が終わったらいなくなってしまうっていう背景は、家賃が高いからなんですか、うん、高い、当時は高いっていうのもあったでしょうし、うん、それだけやっぱりお客さん確保するのが難しいんでしょうね、うん、人通りがねやはり、うん、十分ではないので、はい、やはり人がねいっぱい通っていれば、うん、その中からお客さんがどんどん出てくると思うんですけど、うん、やはり、まあ、今ね少しずついろんな取り組みをして、うん、人通りは若干ね出てきてはいるんだけど、うん、やはり土日とかね、うん、人通りが少なかったりするので、うん、やはり改善しないといけないですよね、うんうんうん、これもなんか違った形で議論したいですね、はい、2人は多分ね同じ意見だと思うんですよ、この辺に関しては、うんうん、だから逆にその違う人をちょっと入れて、この場合はなんか議論できたらなと思います。そうだね、はい、イミチョルさん来ています、はい、頭の、襟足を反りすぎた方がいる国が、うん、隣国を威嚇してきますが日本に同じようなことをしたら日本はどんな対応するんでしょうかね、どんな対応を一つするかで生み出す結果が怖いよねってきてますね。うん、そうだね、頭の襟足を反りすぎたお方がいる、はい、ぬんぬんぬんっていう人です、はいはい、あ、北〇〇の人たちですか、はい、うん、ヒロさん、うん、沖縄は海兵隊の人数が多いからどうしても若い人が多くなってしまいますよねって来てます。はい、はい、ですね、やっぱりそのちゃんおかさんがこの提案した課題に関して、うん、こういった感じでやっぱりリスナーさんもいっぱい参加してくれて、うん、来てるので、うん、皆さん絶対関心があるはずなんですよ、うん、はい、だからぜひやりましょう。今度のこの企画ってとても素晴らしいんじゃないですか。素晴らしいですよ、まさにやりたかったことだよね、うん、皆さんのこのがギュッとまとまっております、うん、これ僕が出せない企画をこうかってリスナーの、ね、人たちのこの思いっていうか、うん、誘いの議論できるっていうのは、うんうん、価格問わずならではじゃないでしょうかね、はい、素晴らしい、うん、はい、それからノーナーさん、捕獲の皆さんこんばんは、こんばんは。安倍総理に道徳がないという
発言ですが、思想主義が違うだけでそのような発言はどうでしょうかっていうのが来てます。はい、これ時間がなくてね、直哉さんにちょっと答えられないんだけど、そうですね、また今度 ね、はい、ねゆっくりこういうのは、そうそうそう、安保の話で絶対出てくると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、捕獲問わず今日も、うん、皆さんご参加ありがとうございました。ありがとうございます、はい、本当によかったですね。はい、ちゃんこさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんか最近盛り上がるね。うん、ありがとうございます、ね、あっという間です。嬉しいね、こういうコメントがいっぱい出てくるので、うん、ですね、うん、もう、はい、時間が、はい、また来週もよろしくお願いします。はい、お相手はミミリーと桑江直也と、はい、中曽根誠と、はい、山内でした。また来週、さよなら。ありがとうございます、はい、ロゴもありがとうございます